やあアリス、メッセージ飛ばしてくれただろ。何を書いているか読めなかったけど。メッセージなるものの使い方に関しては私は初心者です。手紙ならばわかりますが、なので使い方をまた教えなさい。そうだな。じゃあまたちゃんと打ち方を教えるよ。それで本当はメッセージに何を書きたかったんだ？少し話をしたいという内容でした。だからちょうどよかった。なるほどな。キリト、私は遥か遠くの地よりここに来たのです。いえ、気づいたらここにいた。私はお前の知らない都市、王都セントリアにて聖号騎士として最高司祭様に仕えていました。王都セントリア、聖号騎士、最高司祭。そういった反応をされることは予想していました。ここはおそらく私のいた世界とは異なるところなのでしょう。だから文明も大きく違う。そして物事の概念も何もかも私たちの暮らしていた世界とは違う。例えばステーシアの窓のあり方やストレージの存在。ここまで物事に関する概念や扱い方が違う世界の中に投じられたことに私は驚いています。待ってくれ。あ、その概念が違うオートセントリアから気づけばここに来ていたって。あれは任務の途中でした。私は人々を脅かす魔物を退治するため飛竜の雨よりと共にオートを出た。しかし目的地への帰行中、空が割れ白い光が私を包み、私はそれに吸い込まれてしまったのです。白い光に包み込まれた。話を聞く限りアリスのいた世界は騎士や竜のいるファンタジー的な世界観を有している。それでいて MMO に共通して存在する概念はアリスの世界では通用しない。そんな世界が存在するはずは。でもアリスが嘘を言っているようには思えない。私を信じてくれとは言いません。私が最初にここでステーシアの窓のありようや物の出し入れの仕方、試練の存在について知った時と同じです。この世界の通念の下で生きている人々には私の話が信じられないことでしょうから。私は吸い込まれた後意識を失い、気づけばある森にいたのです。王都セントリアへの道を尋ねても誰も知らず、私は何日かさまよい続けました。そして何よりも気がかりだったのは雨よりのことです。私はあの子を探しました。でもどこにもいなくて、そしてさまよううちにいつしかあの神殿にたどり着きました。そこで冬追いと出会ったんだな。ええ、もちろんあの子が雨よりではないと分かっていました。瞳は似ていますが姿形は全く違う。しかし何もかもが今までいた場所とは違うこの地で竜が存在することを知り、なぜだか気分が落ち着きました。そしてたった一人さまよう日々の中でぬくもりを感じられる存在に私はようやく出会えたのです。だから私はあの子のそばにいたい、あの子のために何かしてあげたいと強く思いました。私たち聖号騎士の救いを待つ人がいる。早く戻らなくてはならないと分かっていたというのに。不要因果ってアリスが必要だったよ。お前らしい言い方ですね。そうかな。ええ、それで元の世界に戻れそうな手がかりみたいなものは何かあるのか？私の話を信じてくれたのですか？当たり前だろ、仲間なんだから。それにアリスが嘘をつくように見えないし。仲間？俺とアリスはああして関わったからもう仲間だと思ってたんだけど、もし気に入らないなら。おい、なんで笑って。もちろん
むしろ気に入りました。え？戻るための方法や手がかりはまだ何もつかめていません。です。そうか。じゃあ俺もできる限り協力するよ。アリス。ありがとう。では改めてこれからもよろしくお願いいたします。アリス、何してるんだ？ちょうどよかったです。お前を探していたところでした。少し気になる情報を聞いたのですが。気になる情報？仲間を支援することに長けた妙義があるそうですね。そしてその習得への道のりは険しいものだと。ああ、バッファーのマスタリースキルのことか。アルゴに聞いたんだな。ええ、そうです。なら、そいつを取りに行ってみるか？いいのですか？そのために俺を探していたんだろ？構わないぜ。手伝わせてもらうよ。では、無事に習得できた時には、何かお礼をさせてもらいます。お礼？うん、別に気にしなくてもいいのに。それでは私の気が済みません。ですので、お礼は必ずします。わかったよ。うまくいった時はよろしくな。では準備ができたら声をかけてください。こちらも用意しておきます。あ、一緒に頑張ろうな。はい。ユージオからのメッセージが来たから待ち合わせ場所にやってきたのに。お待たせ、来てくれたんだね。当たり前だろユージオ。それよりどこ行ってたんだ？ちょっと気になることがあって、あの牧場の近くにいたんだ。やっぱりそうか。もうレンジャー解消されたのに町に来ないから気にしてたんだぜ。ありがとう、心配してくれたんだね。でも君が教えてくれた町へ行くのはもうちょっと待ってほしいんだ。分かった。実はそのユージオの気になることに関係することで聞きたいことがあるんだ。あの牧場の兄弟のこと？当たり。僕も気になって牧場の周りを調べたんだけど、あの魔獣が数匹現れるぐらいで変化がなくて。それについては心当たりがある。本当かい？ああ、そのためにもユージオに確認したいことがある。ユージオ、クエストリストを見てくれ。クエストリスト？なあ、前に教えた試練の書のことだ。これは試練が増えている。前に見た時は何もなかったのに。やっぱり。ユージオ、その試練の書には何て書いてあるんだ？ちょっと待って。農場一帯を支配下に収める巨大魔獣を倒せってあるよ。なるほど。じゃあその巨大魔獣を倒すことで事態は変わるはずだ。そうか、教えてくれてありがとう。それじゃあ行ってくるね。なあ、早く行こう、魔獣が牧場を襲う前に。
一緒に来てくれるのかい、キリト。ん？当たり前だろ。俺たちであの兄弟をくだらないシステムのしがらみから解放しようぜ。君の言うことはたまに難しいけど、そうだね、行こう。ああ、行こう。HP ゲージが1本削れる。よし、残り1本。勇者、気をつけろ。攻撃方法が変わるぞ。分かった。待て、俺らは契約が違う。モンスターが語りかけてきた。我は契約を履行しているに過ぎない。その契約と、契約者の妻の病を治すための薬の素材を我が提供する代わりに娘を差し出すと契約したんだ。娘を差し出す？そんな、それじゃ契約者は、我が死ぬと契約者の妻の病は治らず死んでしまうぞ。覚悟？そんな突然。だからお前たちが私を攻撃することは契約者の死を意味するのだ。だからといってあの女の子の死を許しては。キリト、どうしよう。どうしたら。いや、これは僕が決めなくてはいけないことだ。僕の罪は僕が償わないといけないんだから。ユージオ、キリト、お願いがあるんだ。分かった。ありがとう。それじゃ続きをしようか。愚かな判断。ならば私も私の全力を出すとしよう。来るぞ。おう、ユージオ、俺はお前の判断は間違っていないと確信している。事の顛末を見に行こう。俺たちにはその責任がある。そうだね。あ、冒険者のお兄ちゃんたち、どうしたの？ちょっと聞きたいことがあるんだけど。お母さんは家族に何かなかったかい？よくわかったね、お兄ちゃん。お母さんが良くなったんだ。え？どういうことだ？お母さんは具合が悪かったんだよね。うん、ずっと寝たままだったんだ。でもまだベッドの上だけど、今も起き上がってみんなで話をしてるんだよ。そっか、それは良かったね。でもどうして君だけ外に出てきたんだい？僕はお母さんにルテーレをよく守ったねって褒められて恥ずかしいから出てきちゃった。何も恥ずかしいことなんかないよ。君が僕たち冒険者を呼んでくれたから守れたんだ。ね、
お母さんに言われてたんだ。お父さんを手伝ってルテーレを守るようにって。だから羊たちが襲われ始めた時に冒険者の人たちに守ってほしいって頼みに行ったんだ。あ、そうか、偉いぞ。あ、ルテーレが呼んでる。それじゃあね。どうやらあの魔獣は嘘を言っていたようだな。俺たちを惑わすためか、それとも。これであの兄弟は安心して暮らせるかな。ああ、暮らせるさ。ユージオのおかげだ。正しい判断をしたユージオの。そこにいるのは。はあ、ユージオだ。剣の練習中か。よう、ユージオ。あ、キリト、急に話しかけられるとびっくりするじゃないか。ごめんごめん。まあ、それにしても熱心だよな、ユージオは。ずっと練習してるなんてさ。だって練習を一日休んだらそれだけ体がなまるだろ。それに僕は強くなりたい。もっと剣の腕を磨きたいんだ。そうか、ユージは強さについて話すとき、どうしてこんなにも真剣で少しだけ悲しそうなんだ。きっと何か理由があるんだろうな。俺に協力できることがあればしてやりたいけど。あ、そうだ、ならこれでどうだろう。なあユージオ、アタッカースキルっていう攻撃力を強化する技があるんだ。試練を受けて習得してみないか。攻撃力を強化する技？なあ、剣の腕を磨くっていうんならちょうどいいんじゃないかと思ってさ。へえ、そういうことならもちろん習得したいよ。案内するよ。実はアタッカースキルは二人組じゃないと習得できないんだ。だから俺と一緒に来てくれないか。もちろんだよ。ありがとう。礼を言うのはまだ早いぜ、ユージオ。習得できたら聞かせてくれ。